はい、皆さんこんにちは。カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。かねてからですね、予告していた通りにですね、1月28日日曜日なんですけども、福島県の方にね行ってきました。はい、そう、福島県といえばもうね、察しのいい皆様ならご存知の通りに、あの伝説のですね、全日本3連覇、三世時代と一時代を築いた、三平刑事師範のもとに行ってきました。はい。まずですね、この三平師範にお会いすることになった経緯というのを説明いたしますと、まあ、先日お会いした、新極新会緑代表との、お話の中で、僕三平師範とね、同郷で、本当に同じ県で、同じ県の、しかも同じ町の、同じ地域の、本当にね、もう、5分、10分ぐらいの距離に、同郷なんですね。はい。で、僕、子供の頃から三平師範の噂はすごく聞いてまして、その地方でね、その、田舎のその地方の中で、まあ、もうすごいちっちゃい田舎なんでね、まあ、その田舎の中でウィキペディアに載ってるのは三平師範と僕だけだっていうね、そういう話も あったんで、まあ、すごくね、三平師範には、もうかねてからね、ずっとお会い したいなって思ってたんです。はい。でも三平師範はすごいっていうね、噂はすごく子供の頃から聞いてましたし、いやもうそんなね、伝説の三平師範にね、お会いしたいんです、なんていう話を緑代表とお食事をした時に、言ったんですね。じゃあ、代表の方が、ぜひお会いしてみてくださいと、同郷だったら喜ぶと思いますよというような、お声をね、かけていただきまして、どうもね。僕そこでちょっとまあよしと思いまして、思い切ってね、電話をかけてみたんですね。三平師範の道場の方に。そしたら三平師範が直接出てくれまして、はい。で、いや、実はこういうわけで、ぜひ一度お会いしてお話を聞かせていただければなと思いまして、というふうに、電話をかけてお話をしてみたところ、心よくね、ああ、そうなんだ、なんて、富岡町って言うんですけど、まあ、富岡町で どこなんていう話を聞いてね、まあ、いろいろこうお話をしていく中ですごくね、共通なことがすごく多くてですね、もう懐かしい話とかでも、盛り上がりまして、で、今回行くことになったわけなんですけども、まずですね、1月28日の日曜日に、はい、行くときにね、まあちょっと福島県の方が雪、まあ福島県大きくこう横に長いね、日本列島で横に長い地域なんで、浜通り、中通り、会津地方というふうに分かれてまして、僕らがね、いた本当のこの実家は浜通りって言って太平洋側に海に面したところなんですけども、そこが東日本大震災で大きな被害にあって、加えて原発事故で帰還困難区域になったということで、今三平師範の方は中通りの方にいらっしゃるんですね。で、この中通りっていう地域が、この中通り、浜通り、この真ん中に奥羽山脈があって、その奥羽山脈からこう雪のね雪が結構降るところなんですよ。なんでちょっとね、心配だったんでスタッドレスタイヤを履いて行きました。そしたら途中でね、福島からはもうノーマルタイヤ禁止というね、電光掲示板で映ってたんで、よかったな、備えあれば憂いなしだったなーって思って行ったわけなんですけども、それでですね、三平師範の道場に着きまして、三平師範にお会いしまして、道場にね、行かせていただきました。はい、道場見させていただいて、なんとですね、道場がですね、畳張りなんですよ。はい。今までこう見させていただいた道場っていうのは床の道場があれだったんですけども、柔道場のように畳張りなんですよね。で、これ三平師範に、師範これなんで畳なんですかって聞いたんです。はい。そしたらこの足で掴むっていう、足の指でこう掴むって、それを意識するためだと。あ、なるほどなぁと。だいたい約2時間ぐらいですかね。2時間ぐらい道場でお話を聞かせていただいたんですけども、まあ、まずね、三平師範今回ありがとうございましたと。お会いしていただいて本当に光栄ですと。で、いろいろお話を聞かせてくださいということで聞いたときですね。まあ、まず最初に三平師範のその、全日本三連覇と、三世時代という一時代を築いた、まあ、その時の、ことをいろいろ聞かせてほしいということでね、いろいろ聞いたんですけどね。はい。で、まあ、中村誠師範とか、はい、いろいろこうね、お話をして、三世時代と呼ばれた中村誠師範のお話とかもしたんですけども、まあ本当にその、誠師範には感謝してると。うん。まあ誠師範がいなければ、あそこまでできなかったということで、
やっぱりね、そういうところで本当、まあその三世時代とまで呼ばれてこう対局にいた方もね、そういうこう感謝をしているというお話をこう三平師範がされてて、その感謝ということに関してね、まあその中村誠師範だけじゃなく、東塾長にも浜井先生にも山田師範にもみんなに感謝してるんだということを三平師範はね、何度もおっしゃられてましたね。だからそのね、感謝ということがすごくね、人間的にすごく大きい方だなって僕ね、すごく思いました。はい、そうですね。この三平師範とお話ししてて、まあ三平師範、三平師範の出身の高校っていうのが、もうその僕らのその、地域の中では、まあ、地域というか、まあ、福島県ではね、1、2を争うような、もう進学校、まあ、1位ですね。当時、僕らの頃も1位で、もう、この高校に入る人っていうのは、イコールもう東大とかそういうところに行くぐらいの、もう、頭のいい人しか入れない高校ね、岩木高校に、通称、番校って言ってたんですけども、番校に、三平師範行かれたと。まあ僕なんかね、全然もうそんな番校に入るようなレベルじゃないね、一回の普通の工業高校だったんですけども、番校に行かれたということで、いや三平師範番校行かれてたすごいですねなんていう話をしたら、三平師範はその時に、まあ俺は絶対にその最初の絶対っていう、絶対ということを決めると、絶対1位になるということを決めたら、まあ、それは守るんだと。まあ、その時に勉強についてお母さんに言われたのが、その時に三平師範の時に1位だったのが女の子だったらしいですね。で、お前らの時は女の子が1位だからなみたいな話をした時に、それでスイッチが入って、じゃあ俺が1位になってやるっていうことで、その1位になって、その県内1位の進学校に進んだということなんですけども、はい。で、その時にですね、3年に一度しか会わないような友達がいたらしいんですね。その方から、ラグビーを勧められて、ラグビーに進んだということで、まあその後ね、空手に行かれたんですけども、まあ東塾長とね、これまあ浜井先生とかともよく聞いてた話だったんですけども、浜井先生から、まあこの話を聞いてましたと、東塾長と、三平師範と浜井先生と、山田師範とで、4人で、はい、よく飲まれ、お酒を飲まれてたと。そういうことを聞いてましたと。で、あ、本当本当その話本当だよって言って、で、東塾長と三平師範が、極真の稽古なんて全然きつくないよと。で、ラグビーの方が、三平師範ラグビーやったね、ラグビーの方がきついよと。で、東塾長が、何言ってんだ、自衛隊の方が強い、きついよと、自衛隊の方がきついよということで喧嘩になったっていう話を聞いたんですけど、ああ、それ本当本当って言って、その時にね、なんて言って、まあ表に出ろじゃないけど、表に出ろではないけど、その時に東塾長に言われたのが、じゃあお前早稲田に来いと、早稲田に来いっていう東塾長の一言があったから、俺は早稲田に行ったんだという話をね、聞いてね、その感動しました。その浜井先生が言ってた話をね、本当その同じだったんで、まあすごく、はい、感動しました。はい、それで浜井先生の話になったんで、その浜井先生がね、亡くなる直前の最後のお電話の話とかもしました。はい。で、三平師範も、まあそれは本当にもうなかなか言えることじゃないよと。いや本当はかっこいいなぁなんて言ってましたね。で、三平師範も俺はありがとうってね、言いながら死にたいんだなんて言って、そこは、ああそこ本当の浜井先生が本当にもう最後に言った言葉がありがとうだったんです、なんて言って、いう話をして、もう人に感謝をするっていうのことは大事なことだと。すごくね、なんかその浜井先生とそういうところが、まあ通じるものがあるというか、人に感謝をするということがね、すごく大事だということで、いやね、僕なんかすごく三平師範とお話ししてると、なんかその浜井先生とすごく通じる部分があったんで、まあすごくね、楽しかったですね。はい。それで三平師範の部ですね、部、はい、部についてお話を聞かせていただいたんですけども、はい、部についてね、部に気づいたのは、部というものに気づいたのが48歳の頃だったと。はい、部とは何度、何度やと、はい、部とは何でと、はい、ということで気づいたのが48歳の頃で、まあいろいろこう、まあね、競技をしている人と、まあ、部をこう高める人もまた違うということで、まあ部はね、こう、まあ、競技をしてて、まあ、勝敗、まあ、いろいろね、勝ち負けあると思うんですけども、まあ、部をしてる人は、心が折れなければ負けじゃないんだと。心さえ折れなければ、部は負けじゃないと
いうことを聞いてですね、ああなるほどなーって思いましたよね。はい。で、あの三平師範が、生み出された三平理論っていうのがあってですね、もうそれはこの骨から骨を生かすんだと。はい。で、今大活躍している大谷選手とかね、井上尚弥選手とか、ああいうすごい方を見てると、やっぱり肩甲骨を使ってるのが特徴的だと。で、骨を使うことによって体全体を使えると、はい、これが無難だということで、三平理論を三平師範の方からね聞かせていただいて、いろいろねこう来たんですよ。で、48歳で気づいて、で60までにもう一度全日本に出て優勝してやろうと思ってたということだったんですね。いやー、これすごいなと思って、48歳で気づいて60でまた60までに挑戦しようという、なかなかねできないですよね。で、僕はですね、その三平師範とこうお話2時間ぐらい、させていただく中で、まあ、ちょっと立ってみていくって言われて、立ち上がったんですね。で、大室三平師範がね、僕に突きをしてきてくれたんです。はい、ボーンと、まあ、この突きと、この普通のこの手で打つ突きと、この骨で打つ突きはこう違うんだということで、その2種類の突きを3回ぐらいね、3回ですね、3回いただきまして、で、もう一回リクエストして、僕の方からリクエストして、三平師範もう一回お願いしますなんて言って、もう一回バーンって、ね、もらいました。で、やっぱりね、その手打ちの突きと骨をこう、肩甲骨を稼働させて打つ突きっていうのは、やっぱり違うんですよね。これがね、まあ、空手とか、まあ、ボクシングとか、打撃系格闘技をやっている皆様なら、まあ、言ってる理論っていうのは分かると思うんですけども、まあ、手打ちとね、まあ、体を使う理論っていうのは、やっぱ全然違うんですよね。で、プラス三平師範の場合は、肩甲骨から、こう骨で打つと。骨で打つっていう理論らしいんですよね。これはね、やっぱ一回聞いただけではね、習得が難しいと思うんで、三平師範にね、もっとね、ちょっと詳しく、もっと、いろいろ、稽古を通してね、教えてもいただきたいなという気持ちにね、すごくなりました。はい。で、下段蹴りもね、いただきまして、まあ、三平師範今ちょっと足の方が悪いので、あまりこう、やらなかった一発ぐらいで終わったんですけども、下段蹴りもいただきまして、まあね、僕としてはね、伝説の、この、達人、はい、極真がすごく輝いてた、一番輝いてた時代の伝説の達人に、いやーね、月ももらって、下段蹴りももらってってね、すごくね、嬉しかったです。はい。で、東日本大震災の話とか、まあ、同じ実家、地域に住んでましたんで、東日本大震災の話とかね、いろいろしまして、まあ、東日本大震災で、あの辺の地域っていうのは、福島県の浜通りの地域っていうのは、すごく、被害に遭いまして、ほぼほぼもう帰還困難区域なんですね。僕の実家もそうですし、帰還困難区域で、まあ、両親とかも福島県の別の場所に避難しているわけなんですけども、まあそういう時の話も、しまして。で、まあ三平師範がおっしゃられてたのは、福島からいろいろ発信していきたいんだということをおっしゃられてて、僕もね、すごくそれはもう、すごく共感しまして、僕もそのコロナ前までは、福島県のね、その帰還困難区域だった地域とかで、東日本大震災復興チャリティープロレスっていうのを年1回ね、毎年開催してましたんで、まあそういうのもまあコロナ禍で中止になってしまったということもあったんでね、だからもうすごくその三平師範がその福島県を大事にされているっていう気持ちがね、すごく僕も伝わりまして、もうそれにすごく共感したというかね、はい、まあ三平師範と何か一緒にできたらいいですね、なんていうお話もして、はい、福島県からね、こう何かをこう世界発信、まあ YouTube もそうですけども、まあいろいろね、その三平師範が持ってるその三平理論だとか、ね、体操、三平体操というのがあるらしくてですね、それがいろいろね、今やられているということで、まあそういうのもいろいろ発信していきたいということで、まあその、僕もね、その三平師範と同じ同郷で、福島県っていうのに誇りを持ってますんで、できればね、もう三平師範とね、何か協力して、まあ三平師範とね、タッグを組んでね、できたらいいかな、なんてね、はい、すごく思いました。で、今回ね、こうして、三平師範のね、とのご縁を作ってくださったね、ほんと緑代表、本当にありがとうございました。はい。で、ね、まあ三平師範は本当にもう、伝説中の伝説のもう人だったんでね、僕の憧れの、一人でも あったんでね、本当に今回こうしてね、
お会いできたということはすごくいろいろ嬉しかったです。はい。でね、まあ今日こうしてまあ最初取り急ぎこうまとめましたけども、いろいろねまあお話を聞いてきたんでね、まあ2時間ぐらいこうお話、2時間以上かな、2時間ぐらいかな、でお話を聞いたんで、まあまたね改めてこう三平師範のところにねまた行ってもいいかななんて思いました。はい。で7月の新曲新会のねチャンピオンオブチャンピオンかな、はい、には三平師範も来られるということで、その時に、ね、一緒に飯でも食おうよなんてね三平師範の方から言っていただいてね、すごくありがたいななんてね、本当にこの地元の先輩でここまでよくしてくださるなんてね、達人ってねやっぱり本当になんか人間的にもすごい達人なんですよね。うん、なんか浜井先生もそうだったんですけども、心まで大きいというか人間的に大きいというか、まあ、そういうのも含めて達人なんじゃないかなーって。で三平師匠がねこんなこと言ってました。その自分のことに集中してれば人のことなんか気にならないんだよって。ああおっしゃる通りだなーって、本当ね、その自分さえ持ってれば、まあ、他のことなんかどうでもいいじゃんと。うん、まあそうですよね、確かにそう。うん、本当に自分のことに集中して今やるべきことをね集中してやれれば、本当ね何も他は気にならないってね、そういうことなんですよね。だからね、僕もね本当今回こうして三平師匠にお会いしていろいろお話ししてすごくね勉強してできたっていうこともありましたし、すごくありがたいなって、本当にねこういったご縁をね作ってくださった皆様のおかげだなって、はいはい。でね、またこの三平師匠とねまたこのはいお会いできるのはね本当に楽しみにします。三平師範、緑代表、新曲新会の皆様、本当にありがとうございました。